10月の15日、今朝8時です。今日の天気はね、今曇ってますね。曇りです。まあ寒くはないけど、ちょうどいいかな、今のところ。ただいまの気温は、何度？ 16.5。16.5。そんな感じ。まあまあ。ギリかな。これ以上下がったら寒いね。さあ、あれから1週間ですね。どんな感じに、変わったかね、ご紹介していきます。まずはパキヒズムさんたち。まあ、さほど変わった感じはないけどね。で、やっぱりね、なんか大きくなってきてるよね。ほら、こっち側の小さいやつがね。徐々にね、大きくなってきてます。それと、花鶴草さん。花鶴草さんね、前回花の方見つけられなかったんだけど、咲いてました。先っちょの方で、今、お見せしますね。これ。ここ。ほら、ほら。まだね、朝早いんでね、咲ききってはないけど、見えます？赤いやつ。こんな感じでね、咲いてくれます。先っちょの方で咲いてましたね。あ、ここにもあった。ほら。これ。ね。まだね、開いてません。この時間は。日中、少し暖かくなったら開くのかな。あとね、もうずいぶん前に話したんだけど、バフビューティーさん。これ、バラ。バフビューティーさん、これ。ねえ、ここまで来てます。なんでね、ちょっと引っ張ってあげました、こっちに。これつぼみなのかな、わかんないけど、ここにもあるね、なんかね、つぼみらしいの。どうなんでしょうね。バフビューティーさん、ここまで来たんでね、こっちにちょっとね、引っ張ってあげました。こんな感じ。 すごいね。あとカーネーション、4世さんたちはね、5、6、8ありまして、まあ、こっちからつぼみがね、ここまで、これ赤いからね、多分咲くと思います。それと、こっちのつぼみはね、ここまで開き始まりました。まあ、あんまり色は良くないけどね。こんな感じで、なってますね。あ、これつぼみじゃね？これ、さっきっちょ。これつぼみだな。新しいつぼみだ、出してる。そんな感じで育ってます。それと、椿の王将くんさんはね、まあ、ほぼ変わりないです。でもなんかつぼみは大きくなってるよね、絶対ね。ほら、なんかつぼみはね、大きくなってます。ようやくわかるよね、ほら。つぼみと新芽。つぼみと新芽。ね。だからこれ以上伸ばしたくないんであれば、この新芽をね、こうやって取っちゃってやると大きくはなりません。まあ花はね、つぼみはね、先端につけてくれるから、だから新芽をね、かいても大丈夫です。それと、立木のバラさんです。立木のバラさんもね、今日剪定ありますんで、また下ろしたいと思います。まずはね、一番手前、これ、まだ名前の分かってない、バラさんだね。それと、もう一個、こっち、つぼみがね、ここまで大きくなりました。間もなくだね。何のバラか分からんのは、間もなくだと思います。それと、次が、ホットショット合成さん。ちょっと下ろしますね。ホットショット五星さんがね、ここまで開いてます。いい感じ。もう香りすると思うよ。あ、いい香りしてる。いい香りしてます。いいですね。こんな感じです。それと、その隣、ホットショット三星さん。こっちがね、綺麗に咲き始まってます。ほら、いい感じ。香りもいい。
あともう一個、こっちで、ほら、開き始まってる。すごいね。それとつぼみがね、こんな感じ。ここも、ここは3つ。これ1個、ここ、あとここ。すごいな。何個ついてんの？あ、あと、鼻の下にもう1個ついてるから、これ。ね、何個ついてんの？つぼみだけで。1、2、3、4、5、6、7、8、9個。あと開き始まってるのが1個、10個。すごいな。つぼみ10個。あ、ここにもあった。これ。11個。すごいね。11個つぼみつけて1個咲いてます。すごいすごい。本当にすごいね。いい感じでね、咲いてくれると思います。楽しみです。すごいすごいすごい。あとね、今日これ剪定します。これ、剪定。剪定箇所。ここにつぼみある。これ。これの上で剪定します。もうやっちゃいますか。じゃあね、先ほど言いました。これ、ここの上。ここにね、つぼみあるんだよね、これ。つぼみっていうか、新芽。新芽がね、ちっちゃいのあるんで、この上で剪定します。こんな感じ。バサッと落ちそう。よいしょ。はい。あ、やばい。忘れてた。つぼみあったの。やべ。やらかした。つぼみあったんだ、でっかいの。あ、やらかしました。調子に乗って。まあいいや。これ、花瓶に入れます。それと、その隣、ホットショット4世さん。こっちもね、一鉢がね、こんな感じで、綺麗に咲いてます。あと、これ。ね。あと、これ、つぼみ。つぼみじゃないね、もうね。もう、ここまで大きくなったらね。すごいよ、この大きさ。こんな感じでね、咲かしてくれてます。前々回、剪定したとこから新芽がこのぐらい、3センチぐらいかな。出てます。で、今ね、さっきね、間違って、三世さん、つぼみまで切っちゃったんだね。これはね、ちょっともう短いんで、花瓶にさせないんで、これこのまま咲かしておきます。で、こっちはね、十分長さあるんで、これは剪定します。剪定箇所はね、ここから出て、だいたい30センチぐらいのところで咲いてるんで、ちょっと多分ここら辺にね、新芽があるんじゃないかな。あ、ある。ここにもあるしね、ここにもあります。どうしようかな。この上で切ろうかな。下でいいかな。この下で切りますか。じゃあね、切っちゃいますね。ここで切ります。わ、落ちそうだな。こんな感じ。じゃあ、剪定します。ザク。はい。あとはね、先ほど言った通り、こっちはね、ちょっと短くて花瓶させないんで、このまま咲かしておきます。まあ、あとは花首からね、多分2、3日後には、あさってかな。その頃にはね、剪定しないとないんで、それは剪定しちゃいたいと思います。あと、葉っぱの悪いやつ。これ、落としとこうか。虫食いはいいけどね。これ、なんだっけ、ハバチやられたやつとかね。虫に食われたやつはいいけど、黒点病みたいな感じのやつはね、まあ、おろしておいた方がいいでしょう。こんな感じかな。この葉っぱだけだな。なんか、雰囲気悪いのね。まあいいか。こんな感じです。それと、その隣、薄いピンクのバラヒロコウ、三世さん。
こっちはね、前回、2個咲い、あ、2個、まあ、咲いてるのが1個と、その隣につぼみが1個あったんで、1個の方はね、剪定しないで、そのまましてあの、昨日剪定したんですけど、もう1個の方がここまで開いちゃいました。これはね、今剪定します。それと、下の方でもね、こんな感じで、ほら、きれいに咲いてる。ね、こんな感じで咲き始まってます。それとつぼみがこれの大きい方かな。これ、あと上こんな感じ、あとこれ、こんな感じでね、つぼみがついてます。あとは多分ね、前々回かな、剪定したとこから新芽がこのぐらい、まあ3センチぐらい、あとこっちはね、もう10センチぐらいかな。こんな感じでね、もう続々新芽も出してます。いい感じです。じゃあね、早速これ1個だけ剪定します。ちょっと剪定しづらいんで回しますね。ここから出てね、上で咲いてます。だいたい3、40センチぐらい上かな。あ、見えましたね、これ。これ前回剪定した枝。これが前回剪定した枝です。ということで、その下から剪定です。新芽あるかな？新芽。ここに、ないかな。あ、新芽らしいのは、ちょっと見えないね。ということで、新芽らしいのは見えない。ということでね、ここで、ちょうど真ん中らへん、で剪定します。のね、真ん中ら辺でね、剪定します。ここら辺で。ここかな？ちょっと落ちちゃうな、どさっと。まあいいか。ここで剪定します。あ、落ちちゃった。あ、まあいい。ラッキーラッキー。はい。せっかくね、綺麗に咲いてるから。まあもう終わりやけどね、ここまで広がってるから。まあこれはね、花瓶刺します。それと、その隣、ロマンティックアンティーク4世さん。こっちがね、なんかね、葉っぱ、これ、幅地にね、やられてるね、相当やられてんな、これ。こっちも。両方の鉢がね、幅地にね、かなり葉っぱやられてます。でもってね、つぼみがね、ここまで。ちょっとうどんこ病出てるな。ここまでね、つぼみが大きくなってます。まあ、そのうちね、来週、再来週あたりかな。あと2、3週間はかかるかもしれないけどね、咲いてくれると思います。楽しみです。その隣、ロマンティックアンティーク3世さん、2鉢です。1鉢の方はね、つぼみ、こんな感じで大きくなってる。これ。あとここ。あとね、4世さんと同じようにね、幅地に葉っぱかなりやられてる。これ全部幅地です。これ綺麗にこう切っていってんだよね、これ。まあ多分ね、巣作りのやつでね、使うんだろうね、多分ね。かなりいっぱい切られてます。あともう一鉢がこんな感じでね、咲き始まってます。綺麗だね。多分香りすごいよ。あ、いい香りしてる。こっちも同じようにね、葉鉢にちょっとね、葉っぱやられてます。こんな感じです。あと、黒点病あるところ。若干黒点病あるから、これ落としちゃうか。悪い葉っぱだけちょっとね、気づいたところだけ落としてあげて。あとはいいかな。よしっと。こんな感じでいいかなと思います。いいね、なかなか。それと、ロマンティックアンティーク2世さん。こっちの方がね、前回咲いてくれたりして、ちょっと剪定の方やってね、あの後はね、
まだこれ新芽5センチぐらい、あとここちっちゃいやつ、そんな感じでしか伸びてないです。全くつぼみありません。そんでもってね、葉っぱがね、結構黒点病ひどいね。ちょっとひどいね。ちょっとね、あんまり良くないのはね、取っちゃいましょう。どっちみち落ちちゃうね、これ、ポロポロ。なんかそんな感じだね。まあ、しゃあないな。これ全部取っちゃうようになっちゃうね。やっちゃったら、どうしようかな。ねえ、これ、相当悪いもん。取っちゃいます。まあ新芽が伸びて新しい葉っぱまた多くなってくれるだろうから取っちゃいましょう。なんかん取っちゃいます。こんな感じでいいんじゃない。割となくなったね。ここら辺の葉っぱもだな。よしよし、OK。ここまで取りました。いいんじゃないですか。それとその隣、くちなしの花さん。こっちの方もね、あれからあんまり変わってないけど、あ、これ枯れ葉が出てるね、これね。これ取ってあげようか。で、枯れ葉だけ。まあ、どっちみち落ちちゃうから、これ。ポロポロ。枯れ葉だけ取ってあげて。ここにもあんな。もう落ちちゃうんだよね、枯れ葉は。どっちみち。黄色くなってるね。まあ、いいか。こんな感じかな。まあ新しい葉っぱ出てるからね、これ。それと大弁慶僧さん、まあ相変わらずまだね、もうちょっとしたら剪定します。もっと黄色くなったら。こちらに来ましてクレマチスさんです。プリンセスダイアナさん、一番端、これはもうね、つぼみも何もないです。もう終わりだね、いよいよ。そんでもってね、種がここまでなってます。まだ種らしくはなってないな、これ。もうちょっとこのままにしておきます。それと、ローグチさんもね、そういう感じじゃない。種もね、多分ダメですね、これ。そのままにしといたけどね、これ種もちょっと取れないな、多分。それと、テッセンさん。テッセンさんはね、これだな。これ新しい葉っぱ出してるけどね。まあ、これももうね、花とかそういった、感じにはならないと思います。クリスパさん。クリスパさんも同じだな。もう何にもないね。ここら辺クリスパなんだけど。クリスパさんもね、つぼみらしいのもないし。新芽は少し出してるけどね。これ先っちょの方、新芽はね、こう出してるは出してるんだけど、そんな感じじゃないね、もうね。それと、白前さんがね、今ここまで、今更のようにね、ここまで伸ばしてます。どうすんだろう。そこまで伸ばしても、ちょっとね、柵とかそこまではいかないと思います。つぼみをつけるまではいかないと思います。こんな感じです。もう終わりですね、そろそろね。あと今ね、書ちょきっとま部し屋た。の中に行きます。あれからね、パキラさんはこんな感じ。まあ、葉っぱこうピンとなってきたかな？違うか。多分、あ、これはこれだよね。
これが一番最後に出たやつか。やっぱり一番最後に出たやつが綺麗だったね、少しね。まあ、もっと大きくなるけどね、いつもは。まあ、こんな感じでね、育ってます。こっちもね、結構新しい新芽がね、まあ、微妙に伸びてるかな。やっぱり寒くなってきたからね、部屋の中もね。まあ、多分今20度ぐらいしかないと思いますけども。やっぱり寒くなってきたんでね、伸びがね、育ちがちょっとね、微妙になってきた。あと、モンステラさん、こちらね。こっちもね、微妙だな。なんか、育ちが。でも、これ大きくなったね、葉っぱね、これ。ほら、いい感じで。あとはちっちゃいのがまだ、あんな感じ。あとは、先端これ2本は、1つはね、新しい葉っぱ出したけどね。もう一つの方は多分出さないかな。なんか雰囲気があるけどね。これ筋があってね。ヒューって。こんな感じになってます。やっぱりね。蜂がたくさん増えちゃって。芽も新しいの出てきてるから。やべえな。いっぱいいっぱいになりそう。ジャングルになるかもね。あと2、3年したら。まあ楽しみって言えば楽しみです。じゃあまたね、バルコニーの方に行きさあ、ま次はす。ね。外に戻ってきましたんで、クリスマスソーサンですね。これ、友人からいただいたやつね。前回ほら、見て、これ、葉っぱダメになったやつ、今取れちゃったけどね。その下、これ、もうね、ここまで新芽が出てます。ね、いい感じだね。どこまで早く大きくなってくれるのかな。ちょっとわかんないけど、こんな感じでまあ育ってるは育ってるね。あともう一つの方、友人からいただいたやつ。こっちも同じだね。なんかでもこっちの方がいい感じで育ってるような、なんかそんな感じもするな。ここに葉っぱのないやつがあるけど、どうなんだろう。あんのかな、新芽。わかんないけど。こんな感じ。まあ、新芽はね、どんどん出てます、これ。あと、ここにもちっちゃいのあるけど。新芽はね、徐々にね、出てきてます。あとは、自宅で、発芽したやつ。まあ、こんな感じ。まあ、同じくね、新芽。ほら、ここにも。ね。続々ね、新芽出てきてます。まあまあ、なんとかね、ほら、新芽出てきてるね。育ってるみたいですね。それに、昨年、2021年5月に挿し木したやつだね。はここまでなりました。ようやく。まだまだ小さいからね。わかんないけど。あとは今年の2022年2月に、1年内で購入したやつがね、ここまでなってます。小鉢。まあ、これは順調に育ってるね。これ色違うの新芽。まあ、こっちも色違うのが新芽。これだけだね、新芽出してないの。なんかわかりませんけど。それと、2022年、2月にね、2年前で購入したやつがここにあります。これもね、黄色いやつはね、全部新しい葉っぱです。葉っぱの出してないやつがこれ。ホワイトフラッシュ。葉っぱ出してない、新しいの。あと、これはね、多分これが新しい葉っぱかな。ああ、そうだね。まだそんなには出してないけど、こんな感じで。育ってます。あとは今年いっぱい咲いてくれたね。2021年の2月に、2年内で購入したんで、もう今年でもう4年目に、入っていっぱい咲いてくれたんですけども、こっちもね、こんな感じでこう新芽が出てます。ほら、これも真ん中全部新芽です。これね、古い葉っぱちょっと切っちゃおうかなと思ってます。
ちょっとやりながら行きますか。今日古葉切りちょっとね、やっちゃおうかなと。あんま良くないしね、葉っぱも。こんな感じで。切っちゃう。悪くないんだけど、葉っぱ自体はね。新しい葉っぱが出始まったから、もういいや。こんな感じで切っちゃう。ちょっと裸になっちゃったけどね。あとこの根っこの方のね、古いやつ、古い枝、黒くなって取れるような枝は取っといた方がいいね。よし。それとその隣、その隣はね、新芽がね結構下の方にあるんだけど、まだねそこまでちょっと剪定するぐらいまで行ってないから、まあ本当に悪い葉っぱだけ。やべ、本当に悪い葉っぱだけね、ちょっと切っておこうか。こんなもんかな、どうかな。本当に悪い葉っぱだけ切るよ、切っておこう。こんな感じかな。そんなに悪い葉っぱがないんだよね。もうちょっとしたらね、葉っぱ切りますけども、まあいいや、今日はこんな感じで。下にはねこれ新芽出てます。これ良くないな、これ良くない葉っぱ。新芽がねどんどん出てきてます。ほら、ね、こんな感じでしょうか。はい、あとその隣こっち来まして、まだねこれ新芽が出てないのもあるからね。これは全部新芽だけど、新芽が出てないのあるから、それはそれでそのままにして。あとはもう一つ、これもね新芽出てないんだよね。ほら全然出てない。葉っぱはねかなり生い茂ってるから、まあこれはこれでいいかな。あとその手前、株分けしたやつだね、ダブルイエローさん、これはこのままで、まあこれ全部新芽だからね、古い葉っぱないんでこのままでいいかなと。あとはね、最後に、もう10年以上経ってるやつがね、もうやばい状態になってるんですけども、もうこれはもう見守るしかないね。でも、新しい芽はね、確かにね、あ、まあこれも新しい芽ですけども、こんな感じでね、下にあるから、まあ、なんとかね、何鉢か残ってくれるのかな。これはちょっとやばそうだな、なんかな。もうこれは完全にやばいね。まあ、こんな感じでね、育ってます。あれから1週間ですね、こんな感じに、変わりましたけども、またねこれから1週間でねどんな感じに変わるかね、楽しみです。この後画像何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。今日一日曇りかな。なんか午後から晴れるようなことは言ってたけどね。でもね、いい感じ。暑くもなく、寒くもなく。
うん。